記録を伸ばしました。18m11 です。これから福岡大学厚尾ビンチェイソンです。400m ハードルタイムレースの第3出場者を遠慮に申し上げます。3レーン那須中野奈々4レーン日本体育大学中村誠5レーン西洋産業ユーロハム会社6レーン大阪成蹊大学平木春7レーン住友電工梅原さつき8レーンワンドラン大久保光9レーン大阪教育大学辻美桜以上の出場でタイムレース第3部です。男子砲丸投げは6回目が行われています。5回目に記録を伸ばす選手が3名。福岡大学厚尾ビンチェイソンは 18m50、 専攻の奥村仁 18m11、 そして四国の東の宮野真一 17m17 と記録を伸ばし3名に上がっています。トップは変わらず福岡大学厚尾ビンチェイソン。1着、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 1
クラブレース第3組結果確定です。サインしてやってください。あ、持ってきますか。はい、すいません、一回休んでもいいですか。はい、いいですよ。ちょっとゆっくりやってください。喘息がきつい。砲丸投げはこれから筑紫館大学囲碁後期。いいよ。スクリーンをご覧ください。女子400メートルハードル、キャンベス終了。総合結果確定しました。第一位、ユグラヒム愛車、西洋産業。はい、ありがとうございます。57秒77。ありがとうございます。はい、お疲れでした。はい、ありがとうございます。